じゃーん。どうも、みえです。今日はですね、じゃーん、サウンドハウスで楽器を買っちゃいました。イエーイ。開封の儀をしたいと思います。イエーイ。何の楽器を買ったかというと、私はベースを買いました。なんでドラマーがベースって思われるかもしれないんですけど、そこには3つの理由がありまして、まず1つ目が、お家でもできるドラム以外の楽器をやりたいなと思ったのがきっかけです。で、2つ目がリズム。ドラムとベースってリズム体ってよく言われるんですけど、ベースのアプローチだとかリズムをもっとこう知れたらドラムにもこう反映できるんじゃないのかなって思ったのがきっかけです。で、最後3つ目がバンドの曲とか作曲もするんですけど、その時に今までギターで作ってたんですけど、ギターじゃなくてベースの音で作るのが私にとって一番曲を作りやすいんじゃないのかなって思ったのがきっかけで、この3つの理由が合わさって今回はベースを買いました。今はなんかサウンドハウスがペイペイも使えるようになって、とってもお得なキャンペーンもやっているので、それもすごい背中を押してくれるきっかけになって、今回はサウンドハウスでペイペイでベースを買いました。では早速開けていきたいと思います。あら、カッターがないと開けられないので取りに行きます。チェーン、カッターゲット。すごいマグロ解体ショーの気分です。重さもですね、全然そんな重くなくって、わりかし持ちやすいんじゃないのかなって思います。では行きます。よっ。でですね、今回ツイッターの方でも、私ベース買う時に2色のお色で悩んでまして、1色目が青っぽい色、メタリックブルーで、もう1色目が真っ白なホワイトの、この2色でずっと1ヶ月ぐらい悩んでまして、でもこのままじゃ何にも決まんないよって思って、今回皆さんにもどっちの色がいいですかねってちょっとこう参考にさせていただきたくお聞きしたのですが、その皆さんの意見もですね、すごく参考にさせていただきまして、今回私が購入したベースのお色は、ドゥルル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 ルヤッホーイ、メタリックブルーです。かっこよすぎへん？なんかね、重さはねめっちゃ軽い、女の人でもこうやって片手で持てるぐらい。見てこの色、めっちゃくちゃかっこいい。これはテンションぶち上げですよ。本当にもう手もかゆくなってきちゃった。この子もちょこちょこ登場してくると思うので、ぜひ合わせてよろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。みえでした。バイバーイ。